皆さんこんばんこばは九州シティフィルハーモニー室内合奏団コントラバス奏者の森田亮平ですアシスタントの森重雄介です8月14日水曜日夜10時半になりました森田亮平の水曜ラプソディの時間ですこの番組はリスナーの皆様から寄せられた疑問や異分野のゲストとの対談を得ながら中川のクラシック音楽を見つけていこうというそんなアドベンチャー型音楽番組ですこの放送は九州シティフィルハーモニー室内合奏団の提供で NRS 中市レディオシンジケートからお届けしております。はい、はい、ということで、こんばんは,んばんはいやー、8月の2週目ということで、はい、2週目もうお盆ですねそうですね、はい、あの森田さんはあの台風とか来ましたけども、特に、はい、台風はあのーうん、ちょうどあれですね、われわれのファミリーコンサートが終わって、次の日だったから、はい、もうなんかちょっとゆっくりしている時だったので。あ<ー>、まあ 特にな,な,なく、大丈夫でしたかそうですね、あ,のーうん、あんまり、ね、中川、大きな被害があったっていう感じではないんで、うん、ただ、森田さんとか、移動がね、やっぱり多いかなであと思ってたところっで。 クらうっていうのはね、なんか、僕はあのほら、奄美大島に結構行ってたので、やっぱ奄美大島で。台風で缶詰になったこととか、結構あったりとか。そうです。飛行機結婚なったりとかね。いや、まあ、それこそ、あのゲストで来ていただいて、た佐藤アンナさんもね。あの台風で帰れるのかどうかみたいなタイミングだったわけですけれども。まあまあ、奇跡的にというかね、あの朝、あの福岡から奄美って、朝一便なんですよ。あ、そうか、そうか。 なので、とてもね早い時間だったので、今回は大丈夫だったんですよね逆にね、ちょっと遅いとちょうど来ちゃっててっていうのは、すれ違うことができた感じになったんでしょうけどね。そうなんです、そうなんです。いやいや、これね、収録自体はちょっと早めにやってるんで、ひょっとしたらこのお盆のね、その連休あたりで、なんかほら、大きな台風が2つぐらいとかって言ってるから、状況変わってるかもしれないんですけど、まあまあ、やっぱり夏ですから、そのあたりね、気をつけてやっていかなきゃいけないですよね。ということですが、まあまあ、 あのー、水曜ラプソディもですね,ね、えー、もう今、だから5、6、7、4か月目に入っているわけです,目です、ね、これが20回目も目前というところですが基本的にこの番組では、はい、あの九州シティフィルハーモニー室内合奏団の活動情報であったりとかあとはそのやっぱりクラシック。 というものの、ね、まあ敷居をね、はい、どんどん下げていきながらんみんなで知ってもらうっていうのねやってるわけですよね。はいまあ、で今日たまたまですよ、うんまあ、もし一緒に出てもらえればとか思ってましたけども。はいはい、あの 合唱の世界の方がね歌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 ね菊村さんでねはい、はい、もう僕は本当にあの昔からお世話になってる指揮者の方でうん、うん、もう本当にねやっぱり合唱ともうオーケストラってとってもねいい曲もたくさんあるのでまあもっとねこう音楽を身近にするためにもやっぱり合唱の曲っていうのはやっていきたいなと思ってますねいやそうでですよな、ねうん、なかなかでも 合唱単体でいくと中学校の合唱コンクールだとか、はい、その触れる機会がなかったわけではないですがオ、うん、ケとのですね、うん、コラボレーションって僕実はやっぱ想像してみても記憶がないそうです,、ね、ですよ。うんうん、で割と組み合わせとしては、はい、あなるほどって組み合わせじゃないですか、うん、でも意外と見られてないんじゃないかっていう気がするんですけど、はいあまあ、そうですなかなかねこう、まあ、一番まあ有名なのは12月にねやる大工でねオーケストラと。はいえーえー 合唱っていうのがねベートーベンの「高級曲第9番」なんですけどそれがまあ一番メジャーなんですけど、まあ、それ以外っていうのがねなかなかこう。うん うんまあ本当はねいっぱいあるんですよたくさんいい曲あるんですけどなんかそんなものもね紹介していけるようになったらいいなってねそうかそうか太鼓とかってやっぱりそのこれもう全然ねあの無知で申し訳ないですけど合唱が入ることを前提で作曲をされている曲なんですかそうなんですそうなんですあの合唱まあ正式名称がベートーヴェン交響曲第9番合唱付きなんですよ。 合唱付きってとこまでが正式式名称名称そうなんでだまああのえ第四楽章にね合唱が入るんですけれどもまあそれも一つの物語になっていてうんだからまあ人類がねみんなやっぱり仲良くしていこうっていうメッセージを伝えるっていうねなるほどですけどそうなんだベートーベンは第9第9で交響曲は終わりですか 終わりですあ,あれですよねこれ復習ですけど、うん、後世の人がこう番号をつけていったんでしたっけ、うん、えー、っとですねいやもう自分でつけていったっていうこととあ,あとは、まあ、その研究していく中で番号が変わっていったりとかですね次にく年代で年代でというかね後々にっていうのもありますねなのでまあ,あの、まあ、ベートーベンに関しては、まあ、一応9番まで結構ねそのね まあ、ベートーベンが9番までだったのか知らないけどそのベートーベン以降の作曲家ってみんな9番以降って書いてないんですよ。書<え>けてないんですよ。かけてないなくなって。それはもちろんその作曲家生命のね、うん、長短って人によるわけでしょ。うんはい、にもかかわらず9番ぐらいの人が多いそう、もう有名な作曲家は結構9番まで、例えばブラームスなんて4番までしかやって。うん 書いてないしそうかそういう佳、まあうん、作というかういう人もいるわけですねチ、うん。チャイコスキーは6番までだしー、まあ、マーラーとかブルックナーとか9番までって。九9、はあの壁っていうのはこれでも別に意識してやってるわけじゃないでしょうから。ということは9つも交響曲を作っているということは、うん、比較的その多い。 作なまあそのいろんなジャンルのね、うんはい、曲を書いてる作曲家もいるのでうん、うん、あ、まあそうかう。なのでまあ一概にはまあうーんどうなんだろうねうん、うん、まあでもそんだけ交響曲書いてるっていうのはね、うん、ああ演奏する側からしてみた時にそのいわゆる交響曲と言われるようなものはやはりそのまあ大変というかやることを他と違ったりする部分ってあるんですかいや それはね特にはないんですけど、うん、な大体もうその演奏会ってほら料理のさあれと一緒で、まあ、前菜があって何パスタがあってメインがあってみたいなのと一緒で大体序曲っていうのがあって。 でそれで、あのーまあ、コンチェルトだったりとかがあって、はい、それで最後に交響曲交響<ー>曲大体長いのではははいはいはい、はい、うそうですよねそうなんですよ、あのー、今日ねクラシック六角堂のコーナーに質問来てないので<う>僕ちょっと一個質問的なの考えて今の流れなんですけど、はい、もちろん。その 第1楽、ま、章、あ、第2楽章、第3楽章とかってずらっとある中で、はい、大体今までシティフィルの演奏で僕が聞いてきたのは、はい、そのうちの第1楽章を演奏しますなどですけど,、うん、ど,どまだうち定期、ね、1回しかやってないからねこれ全部やりますっていうのは、うん、結構そ,のそういうコンサートも多いんですか、うん、あもちろんそれがもう定見総会とかになると思うそれが基本的にそうちもそう早くそうなりたいんだけど、まあ、まずはねもちろん定見総会では。 作られたものは全部やる例えばこの間の4月の定期は、はい、あのモーツァルトの「好曲第40番」1楽章から4楽章まで全部やったのでそうかそれだから、まあ、この例えがいいか分かんないけど一、はい、つのアルバムを順番に全部やるみたいな CD とかそんなイメージですよねそれはぜひ聞いてみたいけど九州シティフィルの場合はその場合もし最初にやるとしたらやっぱりモーツァルト。はい モーツァルト40番やって、でも、基本的にモーツァルトの交響曲っていうのは何年かかっても全部やりたいなって、モーツァルトは41曲あるんですよ、41番まであるので。ええ、めちゃくちゃ多作ですね。モーツァルトはもうすごいね、やっぱり。中学校の音楽の授業で、アマデウスっていうモーツァルトを題材にして映画を見まして、すごい人だな、この人はと思ったんですけど。 あの、なんていうんですか、エネルギッシュな勢いのまま、ボンバン、バンバン曲を作ってる。うんうん、いっぱいあるさ。四十一曲。うん、なくなってんの三十いくつだからね。そうですよね。うん、あ、年齢の数より書いてんだ。そう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 。 やっぱそれは他の作曲家から見ても群を抜いてるんですか。その情報的にねいろいろ知ってるわけじゃないからそのモーツァルトはすごい作曲家なんだっていうことは分かっていても、うん、どうすごいのかってあんまりよく分かってないところがあってですねあまずまあ今日、今の話でいうと、はい、まあ数数ね、うん、かなりありますね。かななりりあまりす、ねえー、すごいな、うん 一人でね基本は宮廷とかこう出入りしてるイメージが映画の中とかでありましたけどうん、うん、その当時の、ね、作曲家っていうのがやっぱりその宮廷はい、はい、宮廷の,その貴族に雇われてっていうところがあるのでうんそうかうわうわなんかモーツァルトは今後もちょこちょことひも解いていきながらそうですね,、うん、ねリスナーの皆さんと一緒にる、はい、ぜひ。いついずれ来る モーツァルトを全部やるときに備えていきたいなと思いますけれどもね、ねねはい、いやいや、まあ、質問コーナーはねそんなところでないんですが、イベントの告知もやっぱり8月も結構あるので、そのあたりお話しましょうです、ね。はい、やっていきましょうか、はいまあ、まずはね、うん、あれですよね、その翌週になるんですね、そうか、うんうん、あそうなりますね初の,初の公開、いやー、ね、生放送になるんですか、これ。 生放送なるんですかとかここで確認するっていうねありますあそうなんだえっと8月の21日8月21日えちょっとねまだあの SNS なんかでの告知追いついてないところはありますがこの日にはもう追いついているでしょうっていうねですねそうね放送日にはもう特に放送日に特に出されているあの夜の9時から1時間ぐらいねそうですねちょっとあ1時間からまあそれぐらいですけど公開生放送やろうと思ってましてただねうん。 これは生放送で配信するのは冒頭30分だけですそうなんですねそうなんですねそうなんですんで大人の事情大人の事情かやっぱりね生放送をまあ聞きながらでもですねあやっぱりちょっと行きたいなと思って会場に来てほしいんですあこれを聞いた人が博多南駅に来ると番組が終わった頃ぐらいに 演奏会がコンサートが始まるていうあもちろんね30分ぐらいのミニコンサートかもしれないですがだからこういうね我々のいつものおしゃべりのあとあとエンディング的な一曲とかっていうのがありそのあ参加者限定コンサートがあるはいそこに来た人はコンサートも聴けるとそういうことですねこの前のファミリーコンサートねはいはいの時に少し折り込みをさせていただいているので ねあのーうん、あれでしょいいつも聞いてるわよっつってそう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 あのそういったね方も声かけてくださって、あのー、ちょっとずつ認知されてんだなっていう <laughs> ああそうですよ嬉しいですね素晴らしい本当ありがたいことですね、はい、あのっていうところで8月21日の夜9時博多南駅前ビル1階の、はい 1> えー、多目的ホールにてえー ミニコンサート公開生放送とやります楽しみですね楽しみだねほんとねでもこの週は実は矢継ぎ早に矢継ぎ早なんですこの週はめちゃめちゃ働いてるっていうかね翌日が翌日がえっと博多南駅のすぐ近くなんですけれどもヘアサロンアリーさんですね前回は3月にやらせていただいたんですけどもえ サロンコンサートってそのままサロン美容院でのコンサートってね第2回目ということでなんかちょっとダブルミーニングっぽいですよね音楽のサロンっていうのちょっとかかってる感じがあっていい、ねうん、どっちもサロンでガチサロンでやるよみたいな感じの、うん、<laughs> いやこれも本当にねあの、まあ、美容室っていうねとても身近な空間の中で、はいえーまあ本当にコンサートっていうのをやるっていうですねうん そうですね。そういった形で、まあその日の昼、お昼はね、あのおかのサンリーアイっていうですねホールでコンサートさせていただいて、まあ夜は中川に戻ってきてまたやるという。結構ね、あのサンリーアイさんはあの公共ホール、福岡県内の公共ホールでも先駆的なね、本当に本当にされてきたところですよね。すごいね、あの講演会とかもすごく面白いですね。おかがき町、おか町ですね。これはお昼、お昼です。お昼にやって。 夜に中川に戻ってきてまたやるってまた昭和のパ・リーグのあダブルヘッダーの話やりましたねそういう話のダブルヘッダーの時には合言葉は昭和のパ・リーグ何を言ってたんですかそうでしたそうですそうですまあまあそういうお忙しい日々ですが翌日もはいそうなんですよ翌日もやるんです これは何をこれはですね、朝やるっていうね、朝博多南駅でコンサートをやってみようっていう、朝ごはんコンサートってですね、やりましたね、ついに。ついにやりましたね。8月23、金曜日ですね。これはどういうコンサートなんですかこれもまだまだ、あれですね、の多分その日には告知追いついてると思うんですけど、なるほど、なるほど。何でしたっけ、絵を奏でるみたいな、なんかこう、カフェルルンのね、 そうそれはですねその朝ごはんコンサートが終わったあとですね。そうなんだその日、なんか変則的昭和のパ・リーグみたいになってるんだけど午前中から昼までの昭和のパ・リーグなんですか朝から昼までのすごいですね、コンサートやって、その後ワークショップ。これはどういうワークショップですか とにかくその音楽と想像自分なんていうんですか想像物というか絵を描いたりとか物を作ったりとかそんなもののワークショップっていうのをやってみようかなと思って夏休みのね企画としてすごい21が公開生放送でしょ22が岡垣さんリアイとヘアアリー23はカフェルルンで朝コンサートして昼ワークショップワークショップいや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 ちょっと タイトでまあそっかそうかそう,か <laughs> そうでもねこれあのー、お聞きになってる皆さんもイベントがいっぱいあるなと思われてるかもしれないんですけど、うん、当然ねお仕事でやられてるもんですからあんまり休みが多いとね困るんですよ、うん、だからいろんなところでコンサートをやってる森田さんの場合はその、まあ、日本に限らずね世界中でいろんなコンサートをしてるわけですけれども たださやっぱりこの拠点としている中川で、うん、いろんな人にその定期演奏会とかに来てもらえるようになっていかなきゃいけない、はい、ってなればですよ、うん、今のねその、まあ、いくつ、5つのコンサートも全部やっぱ対象が少しずつ違うからう違うし、まあね、それぞれのねあの、まあ、興味対象だったり来れる日だったりとかも違うので来れるのに来てみたいなそうそうそうだしその、うん、対象が違うから自分の対象に合うのでいいんですけど、うん、あのほら お知り合いとかでさ、あこのコンサートはあの近所のあの子とか良さそうだなみたいなっていうこうお互いに勧め合うみたいなのができたらいいなって思いますよ。口コミでね、口コミは大事ですよね。そうなんです。それがやっぱり大事だし、こうなんつうの知ってもらうための例えば僕らで行くとやっぱまずチラシを作って、フライヤーを作って、まあ SNS で拡散してっていう。 ことしかできないと思いがちなんだけど、うん、そこをなんかこうもっとなんかいろんなできるんじゃないかなっていうところがね。森田食堂ね、堂この前に東京新聞の記事もそうでしたけど、ね、やっぱり顔を合わせたり、こうやって声を聞くことで、うん、実際ねそ<う>う顔を合わせてあのこんなことやりますよなんていうことを、ねうん、言う機会っていうのを作れるう、ね、そうですよね。うん、まあこののの番組のリスナーの皆さんがそのやっぱり ヒットであってほし,、ねね、しいかなってい、ね、なていうんですかねこの番組のリスナーさんな,なんて呼んだらいいんですか、ね、よくあるじゃないですかこう番組名にもじったみたいな呼び方 <laughs> ラプソディアンとかですか急にぶっ込まれてなんか,なん,かなんなんだろうって思っちゃったけど なんかあったらの最近メールもすごい溜まってんだけどちょっと送るタイミングをしててみたいな人に結構会うからそう言わずね、僕の個人メッセンジャーとかでも確かに確かに個人的に送ってっていう。本本当当にに 結構、県外の方とかも聞いてくださってるので、なんか、どんなことやってるのとか、なんか、実際って、とか、そういうのでもいいのでね、なんくいろいろ、きたい話題をね、どんどんいただければ、もう、そうですね。ていうか、中川って何みたいな話とかでも本当にね、中川ってどんなとこなのとかね、ぜひ、中川に行きたいんだけど、どこに行けばいいですか、みたいなね、おすすめのところはとかね。 我々割とその中川のうん、うん、食どころをねぐっておりますからす、ね、<laughs> <laughs> 食どころね。いやそんなのねいろいろあるしね、<laughs> 本当に。ぜひという感じですね。どこがいいですかって言われたらね、ねこうね。 外を見るってそれは違いタかそれは違ったほらラプソディアンの人しかわからないかラプソディアンになってる過去仮に過去仮おそらく準レギュラーの田中翔さんがですね次出ていただくときにラプソディアンっていう単語とか使っていただけるんじゃないか使うだろうなあの人なこの前スイラップっていう略称ラプっていただいて「ボヘミアン・ラプソディ」が海外でボラップっていう略 そうなんだ。なんかなんか。<ー>んかそれと感覚近いなと思って,て。スリラップスリラップです。水道みたいな <laughs> 水曜でしょう。みたいな。すごいな感じですけれどもね。あのでも facebook 見たら、はい、今度はあのマカオのコンサートのプロデュースされるってあそうそう,そう9月の頭にですね。はい、う,んうん、そう。そうそう、あのあのマカオはまあ、よく、まあ、オーケストラで行ってるんですけど。 あのまあちょっと違うルートからね、マカオのアートフェスタっていうのが、6月から9月の半ばぐらいまでやってて、とっても長いあ,のあれですね、それであの各国がね、いろんな国がパビリオン出してて、その中の一つ、日本のパビリオンの中でまあコンサートをやってくれって話がいただいて万博的な、そうそうそう、なんで大使館とちょっと今あ、あ大使館じゃない、領事館だ。 ちょっとタッグを組んで今いいろろそうです,かですめちゃくちゃゃく面白そう,です、ね、そう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 だからなんかやっぱりねやるからにはまあ,あのこういった例えば僕の場合だったら鹿児島と福岡なんですけど、うん、まあ2日間やるのでまあ1日は鹿児島で1日目は、うん、2>, 2日目は福岡みたいな感じでいろんなことを紹介していけるようなコンサートを作ろうかなと思って、うん、そうですよね、うん、まあいろんなこうそれこそこの番組じゃないですけど、うん、ねえ あの分野を超えて、ク,ク,クラシックを越えてゆけ的な話になっていくと面白いですねな,で、うん、なんかね、こうなので、もうでもと言いつつも結構あの日にちが、ね、迫ってるので、ね、9月の頭はすごいな、じゃあそのあたりは森田さんいらっしゃらないということですよね。いやでも、マカオの話をまた帰ってきてお聞きできるっていうのは楽しみ。はい、ぜひいや 海外のお仕事っていうのはその先とかってのは何かあったりするんですかあとは12月にベトナムのかなそうかおっしゃってましたねいや僕もねぜひベトナム行きたいなと思ってますね本当に本当にかやっぱりベトナムのクリスマスっていうのもね雰囲気がやっぱりヨーロッパの匂いも入ってるから面白そうだなってちょっとこの前お話しながら思いましたけれどもその中でね演奏ができるっていうのは素晴らしいですねそうですねう本当ね まあそのあたりですか？告知系は。告知系はそうですね。8月でまあ9月、まあ、8月の方はああ8月の31日の竹の里フェスタいうはいはいはい前夜祭あの全えっと本番本番,本番ですね。31日はですねえっ、ー、とまあシティフィルから2人先ほど出たバイオリンの田中翔さんと僕とゲスト出演させていただくっていうのではい、はい、これがあのミリカローデンの方でですね、はい、コンサートがあります。うんうん、これ入場無料でした。 のはずです。ねバンブーオーケストラもすごいですよね、あれね、中川の本当に文化、バンブーオーケストラ、竹で楽器を作って、打楽器でアンサンブルをするっていう子供から大人まで、すごいあれは本当に、あれもなんか本当にコラボしたいなと思ってたので、それは楽しみだなと思って、その8月31日が終わって、次の日は9月1日、日南。 の油つはいはいはいあの NRS ラジオでおなじみキトゥーピーのはいまあねもう一つのホームであるそうですねキトゥーピーのキトゥーピーのキトゥーピーからねちょっとね本当にご縁をいただいてはいはいあのなんかな何夏夏休みコンサートじゃもう夏休み終わってるのよくやつですしはいはいはい何かねすごいいいタイトルがね書いてするのうん。 そうですかなだった井上陽水的な井上水的な雰囲気よくわかんないよくわかんないいやそうそうそれで初めてね日南の方でやせていただくっていうのでこれは僕のソロですねあソロですかソロでいやね森田さんのコントラバスソロねめちゃめちゃかっこいいですからねあとあれあった8月のなんだっけ 19日のことはここで喋ってもいいのかよくわかんないんだけどまあ一応我々最近僕が最近森田さんに紹介してもらったあの寿司さんはい船頭ずしさん中川のすぐお隣の柳川になる南区ですね福岡市ね僕は住んでるところなんですけど新幹線の高架下走っていただいてると中川方面から行って左側にねある千道寿司さんってありますけどもここのねあのまあ 次の代というか2代目ですかが我々と同世代ということで少しちょっと意気投合しまして、うんね、まあちょっと参加者限定のうちにはなりますけどお寿司とコンサートとコンサートっていうのをね、うん、かだからもうやっぱり彼もねすごい、まあ、あ新しいことをやるって言って、ねはい、やってくれるのでも僕もちょっと、うん、なんていうのかな コン,バスコントラバス1本でちょっとやってみようかなという、ね、<ー>身内だけだからいいかなと思って,て男男森田コントラバス1本っていう感じですね<は>、なんかこう、みんなを飽きさせないためにはどうするんだろうというのを試行錯誤しながら <laughs> <laughs>、ね、この辺飽きんだとか、<laughs> それをちょっとね、確認するっていう作業 <laughs> そうですね。 寿司屋はないね。ああ、そうですか。<ー>だし、あそこ、めちゃくちゃうまいですよね。ねそう、本当に。だからラーンチが安いのにおいしいし、800円でね。で、ねちゃんとさ、うんその、陶器みたいなところにこうちゃんと行くの出てくるでしょそう,そう,そうあ、うん。あれでカウンターで食べれるっていう。ね 夜はまたうまいんでしょうね、これいろんなメニューがあってね。楽しみだなぁ。楽しみ。まあね、あのこういう小さなところのオープンであれ、クローズであれ、まあいろんなファンの皆さんと一緒にサートやっていくってやろうと思いますんでね。ぜひ。お願いいたしますということでございまして、と言ったらもう、ねすごいいい感じ。ちょっとなんか、今日は優秀だね。素晴らしいですよ。で、ここでこのコーナーでございます。ザ すごい久しぶりいややってきましたね最近あのゲストコーナーが多かったでそうですねうんやってきませんでしたけれども久しぶりの「晩飯シック明日のご晩ご飯を森田さんが提案するとともにまあやっぱりねここは晩ご飯を作りながら食べながら聴く一曲そうですねここまでご紹介するということで「晩飯とクラシックの融合」「晩飯ですということでございますまあ今日のテーマは「夏野菜」「夏」っていうやっぱまあ8月のもうお盆過ぎてまあもうね もうすぐ秋っていう感じなんですけど、はい、夏の野菜を使ってというかね、はい、まあ中川で僕が一番好きなのはアスパラガスアスパラですねアスパラまあもはや本当あの駅ビル界隈ではもはのでは中川のでう中川の名産だよねっていうふうに みんな思ってますけどね違うのえ俺勝手にそう思ってるけどいやでもそうだと思いますそうだよねだってあのこの4階のね博多南ナチュラルビアガーデンの看板メニューの一つこの時期はやっぱアスパラとかナスとか季節の野菜ありますけどだと思うんでそのアスパラナチュラルビアガーデンのもうアスパラ巻きうんアスパラをバラ肉で巻いたやつ僕は平均3本ぐらいは食べましたいやもう最高ですよねうまいよね アスパラをこんなに食べるようになるとは思ってなかった思ってなかった。過去の人生の中で。本当にね。アスパラってうまいめちゃくちゃうまいですよ。中川のアスパラ、ぜひね、食べていただきたいですぜひ。まあ、それを使ってなんかできないかなと思って、やったのが、アスパラガスの炊き込みご飯とっていうのをやってみたんですよ。アスパラご飯なるほど。でも、これ、リスナーの皆さん、どういうふうに思われているかわかりませんけれども。 中川のアスパラならですよ、あの甘みなら、結構、めちゃいしめちゃめちゃいしい。やっぱうまいですかもうアスパラをもう本当に、なんていうの、細かく切って、で、それで、ご飯と、あと、まあ僕の場合は、鶏ガラスープ。おだし的にだし的に、だし、もう鶏ガラだしの、っていう感じで、炊き込んで、炊き込んでというか、まあお鍋でね。 あ、何回か例のねはいはいはいご飯はお鍋で炊いたらさもっと美味しくなってさ出た圧力鍋の時間ですよ圧力鍋すごいよホンにマジですごい早いんでしょそして早い7分えすごい早い沸騰してから弱火で7分本当ね。で10分ぐらいで炊き上がるよ本当にえすごいそれにアスパラをこうきれいに刻んであそうそう刻んで入れてそれ炊き込んで ガラスープ入れてそう炊き込む以上どれぐらい量入れるんですか結構ガッツリアスパラバンバン入れるあもうそれはもう好みだと思うんだけどね僕大体二号に1合に対して1本入れてる2合だったら2本なるほどどうなんですか歯応え的には柔らかくなる柔らかくなるんだホクホクえそれわおいしそうかあ俺今ちょっともくろんでることあるからねそしてそれであれ そうなんですかもくろんでるよこれ結構もくろんでもう俺の中でこう作ってあこれいけるわって思ってるんだよあ何があってねひょっとしてひょっとしていや触れまいそうなんだよいやそうか我々のアスパラがついに炊き込みご飯となってさらにそれが握られるというねえすごいもんじゃあそのアスパラご飯をですよまあ食べながらというか うん、作りながら作りながら今日は聴く音楽までご紹介いただきたいと思うんです,うです、ねあ,のまあ夏をテーマにした曲っていうのがいろいろあるんですけどメンデルス・ゾーンの,あの「真夏の湯の夢」っていうあで曲名だけ聞いたら「ん?」って思うかもしれないんですけど、まあ、あのクラシック知らなければユーミンかなっていう <laughs> あるねあ,あるよね <laughs> ああれ,はい、はい、あれか冬彦さんの役ってやつだけど。<laughs> ユーミンじゃないそう、あのね、その中に一番有名な曲で「結婚行進曲」っていう曲があるんですよ結婚行進曲わかりますかるさすがにあの、新婦入場の時にかかれるそうそうそうオーソドックスな結婚式の曲ですあれは実はその真夏の夢っていう中で使われてる曲なのでまあ ちょっとなんでねあれなのかっていう結婚行進曲なのかっていうところもあるんだけどアスパラでアスパラでアスパラの炊き込みご飯で結婚更新曲なるほどなるほどという方にはなるほどそうですねなのでまあそういったのあそうなんだって思いながらですね聞いていただけたらいいなと思ってすごいですね幸せ幸せな空気で空気感を感じつつ しいということで今日はメンデルスゾーンの真夏の夜の夢から結婚行進曲をアスパラとともにアスパラとともに明日の夜は食べてくださいということで森田亮平の水曜ラプソディ今日はここまでということではいすごいちゃんと時間通りえはいすごいそこに喜んで我々が終われなくなったはいじゃあ皆さんおやすみなさいおやすみなさいまた来週また来週